皆さん、こんにちは。それでは、時間となりましたので、グリップスフォーラムを開会させていただきます。本日の司会を務めます、政策研究大学院大学特別教授の横道と申します。どうかよろしくお願いいたします。なお、コロナの感染状況を踏まえ、このグリップスフォーラムについては、今回も含め春学期のフォーラムについてはオンラインで開催させていただきます。本日は特別講師として元復興庁事務次官の岡本正勝様をお招きいたしました。岡本様は奈良県飛鳥村のご出身で、東京大学法学部をご卒業された後、1978年に当時の自治省、現総務省に入省されました。富山県総務部長、内閣省庁改革本部参事官、総務省交付税課長、内閣総理大臣秘書官などを歴任されました。2011年には東日本大震災被災者生活支援本部事務局次長となられ、以後復興庁統括官、復興庁事務次官などを歴任され、9年9年半にわたり東日本大震災からの復興に携われました。本日は東日本大震災からの復興、強いまちづくりと生活の再建というテーマで、東日本大震災という未曾有の大災害からどのように復興を進めていったかについて語っていただきます。いつものように1時間程度お話をいただき、その後質疑応答、意見交換をさせていただきたいと思っておりますので、皆様の積極的なご参加をお願いいたします。それでは岡本様、どうかよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました岡本です。2011年3月11日、日本の東北地方太平洋沿岸を大きな津波が襲いました。千年に一度という大津波が多くの町と人を流し去りました。それから10年が経ちました。私は災害の直後から政府において被災者の支援と町の復旧復興の責任者を務めました。今日はその経験をお話しいたします。ではスライドを見ていただきます。今日の話の要点です。これから写真で見ていただきますが、10年で大規模な復興工事を完了いたしました。2つ目に、この工事の際に町を元に戻すだけでなく、より良い町づくりを目指しました。一つは津波に強い町づくりです。二つ目は、そのような施設の復旧だけでなく、町のにぎわいを復旧するための施策を転換しました。
町のにぎわいを取り戻すには何が必要か。それを今日お話しします。次のスライドお願いします。津波被害がどのようなものであったか写真で見ていただきます。この写真は岩手県宮古市太郎地区の写真です。災害が起きる前、このような立派な町が広がっていました。正面の右と左から岬が迫ってまして、真ん中に太平洋が見えます。この港町はかつて何度も津波に襲われましたので、大きな防潮堤を作っていました。この写真ではやや分かりにくいんですが、高さ10メートルの防潮堤です。住民はその防潮堤を万里の長城と呼んでいました。次のスライドお願いします。これは違う場所の写真ですが、津波は建物をすべて飲み込んでしまいます。次の写真お願いします。これは先ほど見ていただいた太郎地区の写真です。先ほどの写真と反対側、港側から撮っています。写真の右上に白い建物が見えます。この建物はかつての町役場です。先ほどの町並みはこの町役場からこちらの方に向かって撮った写真でした。次のスライドお願いします。同じ角度から撮った写真です。がれきをすべて片付けた後です。建物の基礎だけが残っているので、一つ一つの区画が一軒の家です。通常ならばここにもう一度家を建てます。しかしこの地区は何度も津波に襲われていますから、ここに家を建てることは危険です。それで町を移すことを検討しました。次の写真お願いします。これは別の地区の写真ですが、住民が集まって議論しています。海辺に近い平らな場所は住宅を建てるのに適しています。しかしそこは危険なので、
山の上に町を移します。しかしどの山に移すかをみんなで議論しなきゃなりません。次のスライドお願いします。これは先ほどから見ていただいている田老地区の航空写真です。左下に小さく白い建物が映っています。これが先ほどから映っている町役場です。瓦礫を片付けた後の町が広がっています。町の住民たちは議論した後、この赤い丸で囲った山に移ることを決断しました。私は当初この計画を聞いたときに、本当にこの山の上に移るのかと疑問に思いました。しかし何度も津波に襲われている住民たちはそれを決断しました。次のスライドお願いします。先ほどの山を切り開き、大きな住宅団地ができています。元の町のところはいくつか建物が建っています。しかしこれらは工場や商店であって、住宅は建てていません。理由は簡単です。夜津波に襲われることの危険性を考えたのです。工場や商店は夜は閉まっています。もし、津波が来たとしても、その人たちは起きて活動しています。住宅で寝ているときに津波を襲われると逃げることができないんです。市役所はそのために下のかつて町のあったところには住宅建設を禁止し、山の上に住宅を移しました。赤の丸の中に小さく黄色く囲っている建物が見えますでしょうか。これはホテルの建物です。今、災害を記念する建物として残してあります。1階から3階は津波に抜かれて、鉄骨だけが残っています。ガイドが説明してくれるので、ぜひ行かれたときは寄ってください。次のスライドお願いします。これは先ほどが言っている、説明している田老地区の航空写真です。これが災害を受ける前。次のスライドお願いします。これが災害を受けて何もなくなった町です。そして右上の赤い丸が開いた山です。切り開いた山です。
次のページお願いします。これが斜めから見たその町の今の姿です。では次の地区を見てもらいます。次のスライドお願いします。これは宮城県岩沼市の航空写真です。仙台市の近くにある海辺の町です。波打ち際から右が太平洋です。そこに赤く丸で囲ったところが6つあります。これがかつてあった集落、町並みです。次のスライドお願いします。同じ航空写真ですが、赤い丸のところには住宅は何も残っていません。住民たちはこの写真の左側にある四角い小さな地区に移ることを決断しました。次のスライドお願いします。これが引っ越し先の予定地です。右下にはすでに町がありました。その隣の畑に住宅を作ることを決断しました。そうするとかつての、すでにある町のですね、商店や学校を利用できます。次のスライドお願いします。これが工事の終わった後の同じ地区です。よく見ていただくと分かるんですが、この中は6つの地区に分かれています。かつての6つの集落がまとまって移ってきました。次のスライドお願いします。次のスライドは同じ町を復興した、同じ地域で復興した写真です。宮城県女川市です。すみません、間違えました。女川町ですね。これスライド間違ったら女川町です。これも港のに面した町です。次のスライドお願いします。津波に襲われた後の女川町です。真ん中に赤く囲った建物があります。これは病院でして、高台になっていました。後ろに山が迫っています。町民はこの後ろの山を削って町を埋め立てることにしました。町はだいたい10メートルから15メートルかさ上げしました。次の写真お願いします。先ほどの病院は左側の赤丸です。高台だった町が高くなくなっています。
周りの町をかさ上げしたからです。病院の後ろにあった山は切り開かれて住宅になっています。わかりやすいにもう一度17ページに戻りましょう。病院とその後ろの山を見ておいてください。じゃあ18ページに行きます。大工事をしました。次のスライド行きます。このようにして、土地をかさ上げしたのが50地区。最初に見てもらいました太郎地区や玉浦西地区、岩沼町ですね。そのように、高台に、移転したのが324地区あります。住民たちがだいたい1年間議論をかけて、行く場所を決め、それから8年ぐらいの工事期間をかけてこれらの工事を完成しました。高台移転と住宅工事はすべて完了いたしました。次のスライドお願いします。上の段が住まいと町の復興です。町のを作り変えて公営住宅を3万戸作りました。その他に1万8000戸分の住宅の用地を作りました。その上に個人が住宅を建てます。国の支援、金銭的支援を受けて自ら、家を復興したあるいは復旧した方が15万戸あります。表の下は産業の再生です。災害から5年後にだいたい7割から8割の復興が行われました。具体的には農業、そして水産加工業です。現時点ではほぼ全てが復旧が終わりました。これが10年間我々がやってきた実績です。では今日のお話の2つ目のポイントである我々の政策の転換を見ていただきます。次のスライドお願いします。皆さん方は津波災害からの復旧と聞くと、例えば道路や建物の復旧を考えるでしょう。私もこの仕事に従事した当初は、道路、学校、住宅を復旧すれば町は復旧すると思っていました。しかし復旧を進めていく過程でそれだけでは暮らしが戻らないことが分かりました。まず商店がすべて流されていました。すると買い物ができません。例えば食料であったり服であったり薬、そういうものが
変えないのです。工場は住民にとっての働く場です。商店と工場が復旧しないと買い物もできないし、そして働く場所もない。日本のこの地域では事業主さんたちはかなり高齢化しています。改めて借金をして施設を作るというのをためらいました。政府がまず行いましたのは、建物、プレハブの建物を貸す、ただで貸すことです。その建物で商店を再開してもらう、あるいは工場を再開してもらいました。さらに、機械が流されているところには、国が費用の4分の3を補助金で出しました。そしてもう一つはコミュニティの再建です。津波によって流され、友達、家族、つながりがなくなっています。そして、仮設住宅に入ります。隣近所で知っている人がいない場合もあります。これはとても寂しいことです。次のスライドお願いします。具体的な事例を見てもらいましょう。上の写真を見てください。これは仮設住宅の写真です。5万戸の仮設住宅を作りました。建物の前に出て3人の女性が話しています。左側の女性がこの仮設住宅の住人です。彼女はこの仮設住宅に一人で暮らしています。彼女が寂しくないように、また彼女が元気でいるかどうかを確認するために右の二人が訪ねてきました。この二人は市役所から派遣された職員です。二人はこの二人もこの仮設住宅に近くに住んでいる女性です。顔見知りだから安心してお話ができます。下の写真を見てください。仮設住宅を出て今度は新しい住宅に移ります。そこでも知らない人が一緒にまとまって住むことになります。
そこで知人を作る、コミュニティを作るための準備をしています。被災者が孤立しないように、寂しい思いをしないように、このような活動をしました。次のスライドお願いします。産業の再開についての写真を見てもらいます。左側が仮設の商店です。プレハブの建物を提供しました。店の前に並んでいるのは魚を入れた容器です。右の建物は仮設の工場です。機械の類については政府が補助金を出しました。これまで日本はたくさんの災害に遭いました。しかしこれほど広範に被害を受けたのは近年では初めてです。町から商店が一軒もなくなる。隣の町に行っても隣の町も流されている。このような経験は初めてでした。また働く場がすべてなくなるというような経験も初めてです。次のスライドお願いします。先ほどのように工場を再開しました。ところが作った商品が製品が売れないという事態に直面しました。例えばこの写真は真ん中に魚の開きの干物が並んでいます。左側の女性がこの干物を作っている事業主です。災害が起きる前はこの製品がどんどん売れていました。しかし災害に遭い工場を再開する3年間の間に東京の商店では別の産地の商品が並びました。左側の事業主が取引の再開を申し出ても、東京のスーパーマーケットの棚には別の商品が並んでいます。そこで私たちがしたのが、ノウハウの支援です。右側に座っている人たち、この人たちが東京の大企業から来た職員たちです。真ん中に座っているのは司会者です。この司会者は復興庁の職員です。ただし、彼は元々の公務員じゃなく、民間企業から来ていただいた、暫定的な職員です。暫定的な公務員です。右の職員たちがこの製品を見ていろいろ考えます。
包装紙を変えるか、あるいは売る先、新しい商買い手を開拓するか、そのような助言をしています。次のスライドお願いします。先ほど見ていただいた表と同じものです。繰り返しますが、私がこの仕事に従事したとき、この一番目の住宅やインフラを復旧すれば、町の復旧はできると思っていました。しかし、町の暮らしを取り戻すには、このインフラ住宅だけでは不十分だというのは分かりました。2番目に書きました産業の再開が重要でした。それは買い物の場であり、また別の面からは雇用の場です。道路と住宅だけでは人は暮らしていきません。しかし、産業を経営することは民間の事業主の責任です。それは政府の仕事ではありません。そのような考え方で、これまでは政府はこの分野には手を出しませんでした。今回、その哲学を大きく変えました。まず、施設を無償提供する、あるいは設備に対して、復旧に対して補助金を出しました。ところが、それだけでも売り上げは伸びませんでした。お金の支援だけでは売り上げが戻らないというのが分かった。そこで大企業などから社員を来てもらい、知識、ノウハウを支援することにしました。一番下のコミュニティの再建も同じです。これも住民たちが自らつながるもの、作るものです。政府が作れるものではありません。今回私たちは NPO の職員などの知恵を借りて、見守り活動、あるいはコミュニティの形成にを支援しました。今回の町の復旧を通して分かったことは、町の復旧にはこの3つの要素が必要だということです。1つ目はインフラ住宅は重要です。二つ目は、産業を再開して買い物ができること、そして雇用ができることです。三つ目は、住民、他の住民とのつながりです。これまでは、一つ目のインフラ住宅が政府の責任でした。2番目の産業は企業主の責任。
3倍のコミュニティは住民の作るもの。それ自身は変わっていませんが、政府が支援をせざるを得ないんです。そしてそれはお金で支援することであったり、あるいは人やノウハウによる支援です。最後のスライドいきましょう。今日お話したことは、次のようなことでした。まず、10年間で写真で見ていただいたような大規模な復興工事を完了いたしました。その際に、元に戻すだけでなく、より良い街を作りました。その一つは津波に強い町づくり、住宅を山の上に移したり、内陸に移したり、あるいは土地をかさ上げして安全な町を作りました。そして、そのような建物、あるいは施設を復旧するだけじゃなくて、にぎわいの復興への政策を転換いたしました。町のにぎわいを取り戻すためには、事業主と住民だけに任せておくわけにいかない。政府がいろんな形で支援をする必要がある。それが我々の10年間の経験です。この時点で10年間の評価をしておきたいと思います。町を高台に移す、あるいはかさ上げするという工事は終わりました。商店や工場を復旧することも終わりました。ただし、町のにぎわいが取り戻っているかというについてまだ 100% じゃありません。日本は10年前から人口減少期に入っています。東京は人口が増えていますけれども、東京から遠い地域、特に今回の被災地は人口の減少が激しい地域です。若い人たちがやはり都会に移住します。大きな町の大学に行った後、田舎の町には戻ってくる人が少ないです。それは今回の津波被災地だけではなく、日本全体に抱えている問題です。我々が戦ったのは、この人口減少、そして町の活力の低下と戦いました。しかし、その戦いはまだ道半ばです。町の復旧についてはまだ道半ばです。さて、
以上で私のお話を終わりますが、このような大災害は再び起きてもらっては困ります。しかし避けられない国、あるいは避けられない地域があることも事実です。私たち日本のこの経験がそれらの国のお役に立てれば嬉しいです。以上で私の話を終わります。あとは質疑応答に移りましょう。はい、岡本様、どうもありがとうございました。